マルタトライボーラドンブランティーマルタは、ウグイアカに分類される魚。マルタウグイと呼ばれることが多い。コイカ魚類の中で、公開性を獲得した数少ない魚類である。東京湾以北の太平洋沿岸。富山湾以北の日本海沿岸。北海道、沿海州。朝鮮半島東岸に分布する種は金塩亜種の13ウグイ。1960年代より、 マルタウグイと13ウグイが異なるとする報告がいくつかされていたが、遺伝学、形態学、生態学の各観点からの研究は不十分と指摘されていた。2015年、マルタ T ブランティーマルタと13ウグイ T ブランティーブランティーに分けられた。マルタウグイ2018.8、13、中港漁港最大で50センチメートル1.5キログラム程度になる。 最大では禁煙種のウグイより大型になる。ウクイとの違いは、オスの抗議色が、ウクイは2本であるのに対し、マルタは1本しかないことである。自然の状態でウグイとは、容易に交雑するかは不明である。主に沿岸部から河川川口部の寄水域に生息し、春の産卵期には川を掃上するソカ回遊魚である。幼魚は1年ほど、川口付近で過ごし、 7から9センチメートルほどに成長して海に降る。寿命は10年ほどと比較的長命である。動物植生で貝類や誤貝類、エビなどの甲殻類といった小動物を捕食する。ルアーフィッシングの対象魚であるスズキの下道としてよく釣れる。食用になるが小骨が多いのでよく煮るか甘露煮などにするのが適している。丸太うぐいには身の節ごとに 小骨が存在するため、食べるには、一工夫が必要気水域の特に排水口付近を好んで生息しているために生臭い個体が多い。そのため、皮と血合い、内臓は利用せずに、白身を味噌、だし汁に浸し、圧力鍋で煮ると、臭みがなくなり、小骨は柔らかくなり、食べやすくなる。2回圧力鍋で煮ることにより小骨が柔らかくなった、丸太うぐいの作。 ありがとうございます。